世界樹を知ってる？創神が知恵の神と呼ばれるのも、彼女の意識が世界樹とつながっているからだ。スメール人にとって彼女は知恵と博愛、全能の象徴だよ。でも何百年か前の災いで姿を消しちゃったんだ。その後賢者たちが新しい創神様を見つけてスメールに迎え入れたんだって。家臣誕日はクラクサナリデビ様の誕生日で、ニーローは家臣の舞を披露するの。家臣様が踊ると、彼女に踏まれた芝生の上に無数の美しいパキサラが咲いた。私たちはちっぽけな人間だけど、誕生日の主役が愛されているって感じられるように努力しないといけないんだ。家臣誕日には今よりもっと綺麗な舞台になるよ。楽しみにしててね。見習いレンジャーコレイ山頂、飛べ。頼むよコレアンボ。地域は数千年もの間スメールに存在している。この世界の深いところから生まれるんだ。僕たちレンジャーはおそらく長い間地域に立ち向かわないといけないだろうね。ウリンの生態系が不安定になりつつあるんだ。一応目を覆えば試練満員だよ。アーカーシャ端末ってやつだよ。教練員がマハールッカ・デバータ様が残した遺産を利用して作ったツールでね。端末を起動すれば誰もがアーカー社とつながることができる。自分の必要な知識を得られるぞ。神の缶詰知識の秘密取引は数日のうちに行われるはずだ。それを使えば神の知恵が手に入るそうだ。ある人のところに行ってほしい。旅商人だ。いかがです？お客様はどんなものが欲しいのかしら。よいしょ、腕の見せ所ですの。どうやら外には秘密があって、それが意図的に隠されてるみたいだな。これで俺たちはついに自分たちの神を迎えられるに違いない。その日が来れば全部蹴りをつけるからね。今の見てたんだね。大賢者に公演を止められちゃった。彼らにとってクラクサナリデビ様の誕生はマハールッカ・デバータ様が本当に逝去されたことの証明でもある。この知恵と理性の国でこんなにも薄っぺらく意味のないものを追い求めるなど恥を知らんのか。この装置、地脈を抽出し続けてる。どうやら彼は神の缶詰知識を使ったらしい。家臣誕祭でせいぜい神の生誕を祝うがいい。おい、どうしたんだよ。全ての真実と真理を求める学者たちのために神はスメールシティという楽園を作った。しかし君らのような人間はそれに泥を塗ろうとしている。この状況で家臣誕祭を続けるのはさすがに危険すぎるわ。みんなをそういうのに巻き込みたくないの。もう無意に過ごせるほど家臣誕祭を繰り返す猶予はないの。お前は真相をまだ見抜けていないのか。それとも現実とは向き合いたくないか。世界、私を売れますよ。
you